来ました。小笠原 FC の最上位機種って言ってもいいですかね。あ、そうですね、 FCX、 はい、FCX、 はい、他の FC シリーズと大きな違いを教えてください。はい、ダブルメタル、フルでダブルメタルが、うん、で入ってます。フルっていうのはもう見える全面です、ところに全面メタルが、はい、なんと2枚入ってます。はあ、どんだけ強い F1 マシンだっていう話ですね。じゃあね、でも年々それでもしなやかになってるなっていう。まあ大体計画なのでも、うん、FX は、まあ、最初の初年度は本当の鉄板みたいなのから、うん、ちゃんとその中にもしなやかさっていうのが出てきたなって。先ほどの FCS の前にちょっと X 乗った時代もあるじゃないですか。 あの時の滑りがすごいどっしりして重さのある感じな印象を受けてたので、そういう風に乗れるんだと思ってます。はい、いいです。なのでイメージとしてはカーリングの例えばラインがあるとします、はい、FC がカッターみたいにシャープなカッターみたいな、はいはい、FC がね、はいはい、真ん中 S を作る、あ、 FCS、例えがちょっと出てこないですけど、はいはいはい、で X はナタって感じです。深くも入ってくる感じかな、はい、と広く、お、幅もね、幅もなるほどね、深く太くカーブする。なのでなんか滑ってる印象としても足元の感覚としても本当にどっしり、うん、なんていうかな、バーンがあれようが何しようか、うん、もう私はここを滑るんだっていうのを決めたら、はいはい、もうそこを行ってくれる、行ってくれる。はあ、すごいね、はい、最高級なオートマな部分もじゃあるんですね。はい、そうですね。で、S 同様に前半が深くて後半が浅いっていうサイドカーブで、はいはい、テーパーもついてるので、はい、後半の抜けも、に走ってすぐ上に乗れるっていうみたいです。なるほど。じゃあ FC とか乗っててもっともっとスピードとかシャドウに追求したい人はこっち行けばいいですね。そうですね。で、まあ、やっぱりメタルなので、うん、得意不得意の雪があるので、柔らかい雪だとやっぱりどうしてもたわみが出づらいっていうところのデメリットはあるんですけど、硬い雪っていうのは抜群に、他はやっぱそうですよね抜群にメタルです。いやいいですね。今年も乗ってます。今年は乗りました。何回か乗ってます。やっぱり FCS の方がでも好きは好きですか。ボードの動きが S は速いですね、とかな、いろんな意味でこうずらしたりとか切ったり立てたりとかで、いろんなそのコントロールするという意味では S の方が俊敏に動いてます。 X はやっぱそのちょっと重さがあるのでスピードとか俊敏に動くというかどっしり一個一個動くというのがあって、そばいう重量感のターンになってるんですね。そうですね。わかりました、はい、じゃあそんな重さのある荷重感のあるターンを目指す方はこの FCX をチェックしてみてください、はい。